検知と言わわれたわけですねその時に各紛れ今でいう市町村村ごとに詳細な測量図紛れ図が作られましたでその詳細な紛れ図をまとめて縮小して琉球全図琉球国の図という図面が作られたということになるわけです先ほど言いましたようにこの測量開始が伊能忠敬の63年前じゃあなぜ 最新技術が入ってきたかと,というのなんですけどこれは当時新国ではあのイエズス会の宣教師たちが新国にやってきてまして彼たちはフランス流の測量技術を持っていたらしいんです。で秦国の皇帝がこれを採用してあの新国全体の地図を作るようにという命令を出して。 約10年間かけて、新国全体のフランス式測量技術に基づく地図が出来上がったらしいんです。これが完成したのが1917年だと言われています。でその1917年のわずか2年後に、新国皇帝から琉球に殺風刺が送られてきます。小、ま、慶、あ、王が王に就任しまして、 えー、その王の就任を命ずるための札幌市が来たわけですねその札幌市に測量官、測量の技術者が同行してきてます、えー、その測量官は皇帝から琉球国の井戸経度を測量して報告しろという命令を受けてたらしいんですですからまあ タイミングがいいといますか新国でフランス式測量技術が導入されて10年間かけて新国全体の地図が作られてその2年後には測量技術者が沖縄に渡ってきたということになるわけですね。で当時その札幌市一行大体500600名が半年ぐらい滞在するわけですけどそれを受け入れる琉球川の窓口はクリンダクメ村の人たちが窓口になります。 その時のクリンだの代表者村の代表者これは資金退っというんですけどそれは西音だったんですねその久米村の総代表から出世していって国の最小三士官まで上り詰めていくんですけどその三士官が若い西音が若い頃殺風士との受け入れ窓口になったと。 で西園は深国に2度ほど渡ってますのでそこでいろんな勉学をしているわけですねえ実学と言われる勉強をやってましてその中で数学とか地理学天文学を学んだと言われていますまた西園以外にもですねえこういった数学を勉強した人たちが久米村にはいたわけです彼らは必死になりましてえその札封氏一行と交渉しながらまたあの 世界最,最先端のフランス式測量技術についてもおそらく一生懸命教わって勉強したとで半年間足らずでその近代的測量技術を吸収していったわけですね。それが1719年ですね。 まあ先ほど言いました伊能忠敬が1800年ちょうどから測量を始めてますからずいぶん昔の話なんです。で札幌市以降が帰った後でしばらく経って、えー、20年ほど経ってますけど1735年から琉球国の国家的大事業として西恩が指揮を取る建立検知が行われました。 島全体国全体の測量をやり直そうというかつてないあの大仕事なんですね約200名ぐらいの専門職が動員されたと言われていますこれによって沖縄本島と周辺離島では非常に正確な地図が作られてきました大体いい 3000, 3000分の1ぐらいの地図が作られたということですねでそれぞれの切りごとに地図を作っていきまして、えー 2 0 0ー処方に一つぐらいあの測量の標識となる石を置いていったわけです。これがシルビ石。印というのと、ぶですね、えー、運動部のぶの石。でれで、えー、シ,ルシルビ石と言ってるんですけど、これが置かれたわけですね。このシルビ石をもとにして測量を返していくわけです。ですから、一つの間切りに200から300ぐらいのシルビ石を置いと で沖縄本島では約1万ぐらいのしるべ石が置かれたということになっていますこのしるべ石っていうか、えー、現在現在風に言えば測量の基準点あるいは測量標積と言われてるやつなんですけど測量の時にその標識に石を使ったっていうのも琉球のの独自の方法らしいんです当時の大和では大体がこれ木の杭なんですね 伊能忠敬が全国測量を展開した時も木の杭を使っているんですで何が違うかというと木の杭をしばらくするとこれは腐ってなくなってしまうんですねだからあとあで再測量したり地図と今いる場所を合わせるということできなくなるんですこれ沖縄の場合は石を使っていますんでその石がずっと残りますからそれを起点に現在地を測るというのができると。 とても大きな特徴の一つらしいんですんその石なんかあの不思議なひらがな一文字になんか数字か何か書いた記号みたいなのが書かれた石ですか、はいはい、そうそうあ博物館で見たことありますはい、はい、これもね後で出てくるんですけどこれがねこれが調査が始まったのが1980年代だって言われたんですねそれまでは謎の石という風に言われていたんですん謎めいてる、はいるはい、はい 沖縄には不思議な文字を書いたた石がたくさんあると古代文明じゃなかろうかみたいな話があったんですよね。地図の測量のためっていうのは一時期はもう分からなくなっていてれれたんですよね。<ー>でその時のねあの琉球川のこの作用が指揮を取った検知測量の,あの精密さというのはその時の本土の方の。 測量と方式と比較するとですね本土では常時法というやり方で面積を求めるらしいんですが、うん、それは土地の立てかける横で面積を出していくわけですね、うん、これが正方形であれば大きいわけですね、うん、ところが丸い土地であっても三角形であってもみんなこの方式を取るらしいんです、うん、だから正確な数字は求めきれないわけです非常に大雑把なんです、ね、ところがあのサイオンたちのやった検知では シルベ石を置いてそこから細かく山岳測量を行っていって一つの畑の面積にしても何度かの測量によって編み出していくと例えば畑の中に大きな岩があればですねその岩の面積まで調べて除外したらしいんですあるいは畑の中に溝があって耕作地としては使えないという部分があったらその溝の面積まで測って 高知面積から差し引いたと言われていますから、もう当時の日本には考えられないぐらいの詳細な地図だったらしいんですよね。なんか逆みたいですよ、ね。日本より沖縄の方が大雑把な性格みたいな<う>感じしますけど、そうそうイメージではそうそうで厳密に測られたんですね。そうなんですよね。あの沖縄の歴史研究家で朝とスムさんという人がいまして、この人が、えー、沖縄博物館の館長もしてるんですけど、彼は 測量この時の測量の研究者で有名なんですけど彼がその県立検知の時代にちょうど真っ最中にあの亡き神城の地図が作られているわけですね、うん、でその地図を使いまして現在の航空測量地図と比較をして重ね合わせたらしいんです、うん、そうすると城壁の大きさとか向きさとかポイントというのがぴったりとあってね 彼は実際のこの紛れ測量も追体験しようということで伊部屋島の紛れ地図というのが一部残っているのがありましたので、うん、それを追体験したらしいんですけど、はい、重たい荷物を持っていくんですけどあのびっくりしたと言いますねハブ、まあ、がたくさんいるような野ぼの中に調べていかんといかんし、はい、断崖絶壁のところにもよじ登らんと、はいか感し本当に命がけで危険な作業を 昔の人はやったんだなとすごいなと彼もねこれはもうおそらく国家的な命をかけての大事業だったであろうと、うん、でうちのランチは定芸と言われるんだけど、うん、この測量をした人たちはまあ驚くほど几帳面で正確だったと、はい、びっくりしたわけですねだから今から約280年前に世界最先端の技術を駆使して国家の一大事業 まあ全島測量授業検知をね導入した人がいたんだという,ですよう今言ってる国家って琉球国ですか琉球国これでちょっと打ったでも聞いてから、はい、次後半行きましょうかはい 大丈夫なんですけど、コザがつかないまたこれ消したギノアも消えそうだから、もうギノアんでやります、ね、これは音声も、画像も変えます今音声大丈夫なはずです今入ってますよ 小座が入ってない小座のツイキャスラ C. M. いってないんで、この後 C. M. 入れます。うん、どれぐらいかけますか。うん、まだ流します。あもういい,よもうい,いよ。じゃあ C. M. いきます。<laughs> 2016年3月11日琉球国の図紛り図国指定重要文化財に続きです、うんはい、<laughs> この地図はあの明治の時には戦前まで残っていたんですけど戦争でほとんど失われました<ー>、うん、また明治の中頃まで沖縄県ではね実際に使われてたそうなんです、はい、明治26年に この地図を見た探検家がいます1893年ですねあの南東探検というのを書いた青森氏族の笹森義助、まあ、有名ですけど彼は思い立って日本の辺境の探検を行うわけですねでずっと沖縄も自分の足で歩いていくんですけど彼は櫛紛り番所今のやんばるですねやんばるの串ですねそこの村役所に行きましてそこに保存されていた 串紛り張り図という非常に詳細なあの紛り図ですね図面を見てあのびっくりしているんですねそして記録に残してますけど、まあ、王子の300班の中でこれは簡単なものトップクラスだという,ふうにあの称賛しています紛りって言ったら今,<の>今でら村,村今の村だと考えています村市町村にあギノワンだったらギノワン市ってことですかギノワン紛りとか 浦添だったら浦添市の単位ってことそうそうそうはい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 は時はその村のね非常に細かい明い図とですねいは、えー、帳簿が残っていてると。はいこんなのはいはいはいるいは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 いっくりしてい、ね、<ー>はい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 は明治の。 明治までで使わわれていたわけなんですよ、うん、で教会や戦争いが起きたりですね、えー、この土地はどこに所属するかとかなんとかいう時にこの西園たちが作った地図を持ち出してですね各地の置いてあるシルビー紙っていうのがあるわけですね、はい、それは標識で番号があって地図の中でどこだっていうのが分かりますから、はい、それを拠点に測量を開始していくわけです、うん、だからとっても貴重だったわけですね。それだけに 石の,の保管保存というのは村役にとっては非常に重要なもので、うん、石が壊れたりするとすぐこれを作り替えなきゃいかんとか、うん、石が動かすということはあってはならないとか、うん、あの徹底的な管理が行われていたようーしいんです、うん、あでも動かせそうな小さい石ですよね、うん、結構ねこの1メートル四方ぐらいの大きい石もありますね、うん、ところが あの明治政府の改革進むに従って、って新しいドイツ式の測量技術が入ってくるんですけど、うん、それは大和を通してあの、まあ、内地の官僚たちによって沖縄に持ち込まれますから、うん、地元の技術と混ざり合うというのはほとんどない、うん、地元の技術は無視された捨定されたという形なんです、はいはい、ですから沖縄の琉球の測量技術はそこで途絶えてしまったわけですね。うん でそれまで大事に維持されてきたシルビー石も放置されます、うん、で現在に至るとそれはもう何の石だったかっていうのがわからないという状態で正体不明の石だというふうにに言わわれるようになったわけですね、うんうん、でもこの地図が残ってるからそんな古い時代にこんな厳密な地図があるからどういうことだろうってことで分かったってことですか こういうことなんですかねそういう前に実はこの地図自体も戦前まであったけど戦争で一枚残らずなくなってしまった<あ>というわけですねじゃあ私たちが見ているあのカラフルなあれははいどうしたんですか,、はい、か復元なんですかいやどこで見つかったか2001年に見つかったんですよ <laughs> 最近ですよねええー、でどこで見つかったかというとなんとアメリカなんですああ<ー>はい。 それ先週も発話に出ましたけど沖縄の三振の免疫、うん、形状が見つかったのはアメリカだとっそれと同じように結局あのアメリカの軍人さんたちが戦争の記念碑として持ち帰ったもの、うん、の中に入っていたわけですね。うん でそれをあの沖縄の NPO の人たち龍米歴史研究会という人あの米流狩りの人だとかですね米国大使館の人たちが中心になって作っている NPO があるんですよ。はい、その人たちが中心になってアメリカの軍当局だとか大学とかあの歴史研究会を呼びかけて沖縄から紛失したあの文化財を探す運動を始めているわけです、ね。うんはい でその中で琉球の鐘が戻ったりとかいくつかの出来事が出てくるんです、うん、その一つのとしてあるあの軍の高官の遺族がですね、うん、自分たちに伝わっているこの地図は琉球のものじゃないかと、うん、いうことでお見せしたのがその紛リ図の一部だったわけです。<ー>これによって7枚の紛リ図が沖縄に戻ってきたというわけでそこから紛リ図の研究というのが急に進んだわけですね。 沖縄本島の間切りが描かれたカラフルなやつですよね。へえじゃあまあでもアメリカに渡ってたから残ってたかもしれないですよね。そう,そうかもしれない、ね、でさっき言った「シル鶴あの測量あの標識点の石ですね。これも一時期は えー、沖縄の正体不明の文字だとか、うん、古代文字じゃないかとかいう色、はい、まで出てくるぐらいだったわけですけど、うんえー、これも最近ですね1980年頃からあの名古屋でねこういう石があるけど何だろうかということを思っているんです調べ出したんですよ、うん、そしたら全本当の内部から大事に100個200個の情報が集まってるんですねあっこの辺にもあるよみたいな300ぐらい集まっているはですはい,はい、はい でこれをあの方言で「春石」といって、えー、まあまあ畑に置いてある石という意味なんですんほいほいでもそもそも言われについては昔測量で使ったと言われてるという話からこれはウタだとみたいな話だとかいろんなことが伝わっていて正確なの分からなかったんですけど、えーまあ、研究会でいろいろ調べているうちにこれはどうも測量のネットワークの標識の石じゃないかと。う で、アメリカから、マギリズが戻ってきて、ピタッと重ねると、これはもう、標識の石だというのが。はっきり、分かったわけなんです、ね。でええ、でも、最近なんですね。じゃ、分かったの。そうな最近。そして、そのマギリズをですね、ずっと組み合わせて、縮小していくとですね。あの、琉球全島の図ができるわけです。はい、これ琉球の図って言うんですけど。うん、これは、商家の,東家の、東京のほ東京の商家の方に保管されていまして。うん、それも、沖縄に返還されて。 沖縄都市間にも保管されるようになったわけなんですねああ、これは東京にあったんですで東京の証券にあったわけですねだからその時にその紛れ図を縮小するという技術も沖縄の人たちは持っていたわけなんですねああ、すごい今だったらコピー機とかで <laughs> <laughs> フォトショップとかですぐヒュってできますけど<う>昔どうしたんですかねそうそう、うん、あの精巧な機械を使って <laughs> 各分度器と紐を使ってやったんですよねう でこの時の指揮を取ったのが、えー、先から言ってます西ですねでねそれと意外な人も指揮者会の中にいてあの組踊りの、えー、万歳あ仇討ちという組踊りを作った人が他里藤勇直というのがいるんですけど彼もその事業に参加をしてるんですよ。万歳の田里長直彼も測量のリーダーの一人だったんですね。 じゃあなぜこれだけの測量を行ったのかということなんですけどこれちょっと時間もなかってたんですけどねあの島津が琉球に進行してきたのが1609年ですねでその時に一旦はあは検知を行って測量を行って沖縄にいくらという税金を貸しているわけですねでその後何度かあの島津からはもう一度検知をしたいという申し出があるんですよこれはもう一度検知をしたいということは 税金を増やしたいいうことととうこ一緒なんですよねだから下手な県庁をやると本土でも農民危機が起きるぐらいなんですよで琉球川はどうにかこれを拒んできてる 2>,、はい、2回断ってるんですよ、はい、で話し合いで、えー、じゃあ税金薩摩への上納金をいくら増やしましょうというふうな交渉を2回やってきたわけですそ、うん、れで100年ぐらい経ったわけです、うん、それが西欧の時期になると薩摩侵入の時には十数万だと言われた人口が20万を超えるようになったと。 で人間も増えてきたとで当時の政治の一番の課題は人口増に対してどれだけあの食料を確保できるかというのが一番大きな問題だったわけですね。うん、そのために国家の国家計画を立てる時にきちっとした食料を作って沖縄に田畑がどれぐらいあってどれだけの食料を生産する能力があるっていうのを捕まえていかんわけですね。はい、でどれぐらいあの農地を開拓できる余地があるとか。 それれをたためにやったんじゃなないかなと言われて例まあ統計とね今問題になってますけど統計とかあの測量というのはの国家政策を決める時の元になるわけなんです、うん、で西洋が書いてる本の中でも彼の政治哲学の中で最初に言われてるのがあの国の一番大きな問題は問題の一つはあの増える人口をいかに養うかということなんですね。うん サイオンはおよそ20万と言われてていますす薩摩が生えてきた時にに比べ倍近でね、うん、で西洋は仮に20万と言われている人口が30万40万になるかもしれないとしかし正し,く正しい政治を行っておれば食料は不足することはないし財政も行き詰まることはないと言っているんですね。うん、国が小さいからといってこれを売れる必要はないと。 国の強弱というのは、これ、人の行いにつまり政治家の行いによるんだと、国が弱ければしかるべき方法でこれを強くするのだと、彼は言い切ってるわけです。うん、そういうふうな、そのその時の国の問題に対応した政策を取っていくためには、ちゃんとしたまあ今で言えば統計、あるいは測量ですね、うん、この土地の生産余力がどれぐらいあるとか、うん。 あるいは森林がどれぐらいあるとかい,いのをつかむ必要があったんだろうなと言われています。<い>だから西園は当時、まあ、幸いにしていいますか中国に3つあわてた世界の最先端のフランス流測量技術をたちまちのうちに習得をしてです、ね、これで測量部隊を作って、まあ、十数年間にわたるあの全国の大測量を行ったと言われているわけですね。うん、この地地図図出来上ががった地図が今 最近2016年に国の指定重要文化財になったわけです、はい、遅れたのはやっぱり現物がアメリカの持ってくるのが遅かったとか<ー>それにと伴っ,って調査も遅れてたとか、はい、いいことだと思うんです、うん、これを見ていく中で非常に面白い人物が浮かび上がってくるんですよこのことを誰か調べてくれないかと思うんですけどね、うん、ある人物がいましてねあの貧乏し族なんですけど、うん 高原慶択という人物がおるんですけどその測量の時に何度か表彰を受けてるんですね、はい、であまりにも生活が貧しいんで,生活が貧しいんで包装として米をあげたりしてるんですよ。はい、彼がじゃあどんなことをやったかというとあの測量の技術をまとめた「領地方式集」という本を彼は出したんですねデスクを伝えるとその。 それらにの畑の中をそっをしていて畑の中に水たまりがあったり畑として使えない場所が出てくるわけですね。で彼は仕事の合間にです、ね、いわゆるボランティアとして活動してそこの溝から排水路を作ってうまく水を流してですね畑として有効できるようなことを何度かやって農民たちから喜ばれたと言われています。 紛れ図を作っていくとそれを全部組み合わせて縮小したら琉球前頭図ができるとこれはこうすれば縮小作成ができるんだという提案までやってるんですだからすごい優秀な人物が才能のもとにいたのだろうなとう、はい、多分かなり、まあ、頭もよくて高原さん <laughs> はい、はい、頭もよくてまあ農民に対する思いやりもあって、えー、実行力もあるという人物だったと思われてですねはい その人がいかなる人物かというのはその表彰の記録だけが残っているようでして宝の地震の花風ですね家計図が残ってないらしいんですん家計図があれば大体のことが分かってくるんですけどまあちょっとそれが分からないのは残念だなと言ってしたんですけど、はい、あの昔だから貧しいとか無知とかいいんじゃなくてこういうふうな知識も情熱を持った人たちが沖縄の検知をしまして琉球の図面 マギリズとか琉球の図と琉球の図というのを作ってそれが、えー、最近まあ2016年に国のじゅ向け、えー、国の重要文化財に指定されたというと考えると結構ね我々の作戦もまあ頑張ったんだなというような気持ちになりますね。はい、このじゅ、えー、国指定重要文化財に指定されたマギリズというのはそのさっきの七枚と全体のそうそう。うん 小径から送られてきた全部で8枚ってことその調査していく中でやはりあの昔の戦前の紛れ図の写真記録が出てきたりするわけですね<ー>でそれによって細かいところが今調べて分かるようになってまあなんていうか想像以上に正確想像以上に正確というかう、まあ、非常に精細な図面だったらしいんです。う だから冒頭に言いました通り日本で最初に近代的な地図を作ったというのは伊能忠敬だと言われてるんですけど、はい、実はその六十数年前にも琉球でこういったのを作っていたと。うん、で伊能忠敬は、まあ、江戸から始ままってででやるわけですね、うん、でその時に琉球まで渡っておればこの地図の技術と対面した時に どんな感想を持っただろうかという非常に興味があるわけですね、うん、自分と違ったやり方でこんなに正確なのがもうはるか前にあったっていう確実に変わっただろうと思われるのは木の杭であの測量のポイントを置くんじゃなくて、うん、ちゃんと残る石でやるというふうに切り替わるんじゃないかなと、うんうん、測量のポイントに石を使うようになったのは昭和なんですうん で井上忠敬の日本全国図を上回る正確な図面ができたのも昭和3年か4年ぐらいらしいんですよ、ね。あそこまでじゃあ何年何十年、はいまあ。井上さんの地図は日本でも非常に正確な地図として残されたとただ、うん、井上忠敬の地図はあの海岸線が非常に正確なんで図内陸部は書いてないところがいいんですよ。 <い>あじゃあ輪郭は得意ってことです。彼の地図の評価の一つがね見てて笑ったんですけど、調査してないところは、空白にしてあるところが素晴らしいと。嘘かくん